ジョン・グレッサム・メイチェン、ジョン・グレッサム・メイチェン、英語、ジョン・グレシャム・マッケン、1881年7月28日1937年1月1日は、20世紀初頭のアメリカ合衆国、長老派教会の進学者。彼は、1915年から1929年、プリンストン神学校の新学性書学の教授を、務めた。 プリンストンが次第に変質して、受け入れるようになった、近代主義的自由主義進学、リベラルに反対し、福音主義における正統的な信仰を守るため、ウェストミンスター神学校を設立した。所属していたアメリカ合衆国長老協会、ピークスサがリベラル化の方向に向かい、ウェストミンスター信仰告白の遵守を拒んだため、政党長老協会、アップックを創立した。 1920年にピークスサが対話を拒み、自由主義進学的な路線で、プリンストンの再編成を行うと決定したので、メイチェーンはフィラデルフィアにウェストミンスター神学校を設立し、死去するまで、そこで新約聖書を教えた。リベラルに反対する1930年代の彼の、働きは、独立長老協会海外選挙ミッション座。 インディペンデントボードフォープレズビテリアンフォーリンミッションス1933年の設立に至った。1935年、1936年の独立ミッションのメンバーに対するミニストリーの執行停止処分はアップックが形成される理由となった。メイチェーンは19世紀初頭に創立され発展を見たプリンストン神学の最後の神学者であったと考えられている。 彼は、福音主義キリスト教のカルバン主義系福音派であった。偉大なプリンストン神学者、チャールズ・ホッチ、ウォーフィールドラと比較される、メイチェンであるが、彼は神、神学、新約聖書学を教え、神学校の校長にはならなかった。今日もメイチェンの影響は、ウェストミンスター神学校と政党長老協会に存在し、彼の新約聖書ギリシャ語原点入門の教科書は、 ピエクスサを含む多くの神学校で今も使われている。メイチェーンはボルチモアで生まれた。父は弁護士であった。結婚した時、父は45歳、母は24歳だった。父は米国成功会、母は長老教会の教会員で幼い頃からウェストミンスター小教理問答を教えた。家族はフランクリンストリートの長老教会で礼拝を守った。 メイチェンは特権的な教育を受けたと考えられている。私立の大学でラテン語、ギリシア語など古典的な教育を受けた。またピアノのレッスンも受けていた。1898年17歳でジョンズ・ホップキンス大学に入学し、奨学金を受けた。大学では古典文学を専攻した。1九百一年に卒業したメイチェンは優秀な学者として、 ファイブエータカッパソサイティに認められた。将来についてはまだ決まらず、プリンストン神学校で進学を、プリンストン大学の文学修士課程で哲学を学んだ。1905年から1年間ドイツ進学の研究を行った。彼は父に手紙を送り、ハーマン教授の自由主義進学によって進行が動揺させられたと書いた。メイチェーンは教授を尊敬していたが、 ドイツの近代主義神学者との出会いは、かえって、メーチェンに正当的な改革派神学を受け入れさせた。1906年からプリンストン神学校の講師となる。当時のプリンストンには、フランシス・パットン、イタン・端見分けの専門家や、ウォーフィールドがいた。ウォーフィールドは、正当教理こそクリスチャンが周りに影響を与えてきた、手段だと主張した。また聖書館は、 聖書信仰であり、聖書の超自然性を擁護した。自由主義神学に動揺させられていた、名チェンの信仰の危機は、彼らによって解決した。1914年、牧師暗書を受けた。その次の年、新約聖書学の助教授となる。戦闘員としてではなく、YMCA と共に、奉仕委員として、フランスに行った。非戦闘員としてではあったが、 現代の戦争による荒廃と悲惨を目の当たりにした。ヨーロッパから帰国した後、メーチェーンは、新約聖書の学者として働きを続けた。彼は増大する疾病に例えられる、近代主義進学、モダニズム、リベラルと、議論できる本物の学者であると評価された。パウロ宗教の起源、ザ・オリジン・オブ・ポール、エスレ・リジョンは、メーチェーンの最も有名な学術書である。 この本では、使とパウロの宗教が、キリシア哲学に基づいたものであり、イエス・キリストの宗教と別のものだという、リベラル神学の主張に反駁した。キリスト教とは何か引くリベラリズムとの対決、キリスト教と自由主義神学、クリスチャニティリベラリズムは、近代神学を批評した、メイチェンの本で、キリスト教と自由主義神学の相違点を比較している。彼はこの本で、 自由主義神学は、キリスト教とは別の宗教、現代におけるキリスト教の主要な敵は、自由主義神学である。キリスト教は、聖書の上に建てられているが、自由主義神学は、罪人の感情の上に建てられる。と結論付けた。これらの本は、メイチェーンを長老教会の中である、神学的陣営に立た,たしめた。九百二十年代の彼の働きは、プリンストンと、 福音的な長老協会での働きに裂かれた。メイチェーンは保守的な神学的立場にあったが、大衆的なキリスト教根本主義の運動を完全には受容できなかった。彼はキリスト教根本主義の運動で多くの人が信じた前千年王国説等を認めなかった。それは改革派神学こそが聖書的なキリスト教信仰であるという立場によった。 この進学が当時のキリスト教根本主義運動に欠けていたと彼は考えた。さらにメイチェンの学者としての働きと近代進学に対する力は根元主義運動の一部に見られた反知性的な態度と相入れなかった。1924年から1925年にプリンストンの学部における彼の立場が難しくなった。長老教会が学部が二つの派に分かれていることに、 ついて質問したからである。メイチェンは答えて、距離の重要な違いにあると述べた。彼は、チャールズ・アードマンが、距離的な誤りを容認した事実を指摘した。アードマンは、ドワイト・ライマン・ムーディを持ち出し、論争家はキリストに従うものでないとムーディは知っていた、と、密かに書いた。1929年の大会、ゼネラル・アセンブリは、リベラルの影響下にプリンストン神学校の、 再編成を決定し、リベラルのオーバー,アーン宣言、オーバンアファメーションの署名者を役員に任じた。オーバンアファメーションは、リベラル牧師のハリー・エマーソン・フォース・ディックが1922年5月に行った説教、キリスト教根本主義は勝利を収めるか、から起こった論争への回答を批判した、長老教会のリベラル派による回答であった。メイチェン 幾人かの同僚は改革派の正当な進学を継承するため、ウェストミンスター神学校を設立した。1933年、メーチェンはリベラルを危惧して独立したミッション、選挙団体を設立した。次の長老協会の大会は、メーチェンの独立ミッションをやめさせるため、その働きに関係する牧師に、最後通帳を突きつけた。メーチェンと七人の牧師がそれを拒んだため、 長老協会のミニストリーの執行を停止させられた。そのため、メイチェンは正当長老協会を設立した。メイチェンは1936年12月にノースダコタ州で行われた講演の時、寒気により、六幕縁にかかった。クリスマスの後、肺炎により入院し、1937年1月1日に死亡。55歳だった。 彼の早い死は、彼が指導者であったところの運動に関わった人に非常な悲しみをもたらした。彼は亡くなる直前に長年の友人で同僚のジョン・マーレイに電報を送った。その電報は深く彼の全生涯の信仰を表している。私はキリストの積極的服従に感謝する。それゆえに望みなきものではない。彼はボルチモアの墓地に埋葬された。 神学者、キリスト教指導者としての名ン牧師は、プロテスタント正統主義の聖書観と距離を保持する、正統的なプロテスタントに強い影響を与えているが、日本では、日本キリスト改革派協会の創立者、トコハリュコ牧師、岡田ミノル牧師、春名敏明牧師が、名ン師に支持した。また、岡田牧師は、日本キリスト改革派創立以前の1944年に、死んだ。 角田だから学牧師を日本における名チェンの真の弟子と呼んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。